NHK の不法滞在美化ドラマ、入管のせいで幸せが奪われた。海外在住日本人、どこの国でも当たり前の話。なぜ日本だけが、ガネットで話題。内容はこちら。NHK の不法滞在美化ドラマ、優しい猫に対する苦言が話題のようです。では、内容を見てみましょう。ババリー。例の優しい猫、3話まで進みましたが、スリランカ人旦那がオーバーステイで入管法違反で逮捕、拘束される。在留期間切れとったのにまだいたのか。まずここで理解すべきなのは、日本での無条件の居住の権利は日本人にしかないということ。居住の権利は人権ではない。居住、就労、政治的権利は国民の特権です。日本は国民主権なので、国家の権利はすべて国民に由来し、国家の福祉は国民が受ける。日本国憲法にそう書いてあります。もちろん、外国人にも生存の権利はありますが、日本の許可がなければ日本で行使できません。母国で好きなだけ生きてもらえばよい。なので、外国人である以上は、日本での居住は常に期間限定です。それが嫌なら、永住許可がいる。この場合は、よっぽどでなければ日本に居住できますが、完全ではない。日本人と完全に同じ権利が欲しければ、母国の権利を放棄して日本に帰化する必要があります。外国人と婚姻する場合は、時と場合によっては、外国人の居住が認められない場合があることを覚悟する必要があります。逆に、日本人が相手側の外国に居住する場合も、外国の許可範囲でしか権利はない。このドラマの新ママは、あまりにも無知。このスリランカ人の場合でも、滞在期間が切れる前に母国へ帰国し、婚姻を根拠に配偶者ビザを申請すれば、何の問題もなかったでしょう。仮にオーバーステイでも、入管に出頭して自主出国していれば、再入国禁止は1年なので、その後に詐称を申請すればよい。日本はめちゃくちゃ優しい。KEN5。僕はカンボジアで会社を経営し納税し、カンボジア人と結婚して子供がいるが、カンボジアのビザを取得しないとオーバーステイになる。こんなのどこの国でも当たり前の話なのに、なぜ日本だけがビザなし外国人を差別してる非道な国のように言いたがる層がいるのか、全く理解できない。NHK さん、息してますか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。気分悪くなるので見ていませんけど、不法行為を是とすることは許されません。不法滞在をしなければいいだけの話。人権問題へのすり替えはダメ。同情とは別。真面目にビザ取ってる人に、すごく失礼な話。NHK って悪質。犯罪支援組織 NHK のプロパガンダ。NHK のプロパガンダには恐ろしさを感じる。LGBT、多様性、多文化共生など。リベラル思想全開の NHK は子供の教育に一番悪い。NHK は恥を知るべきです。次はこちら。なぜか観光で入って長期滞在者になれる不思議。日本だけですね。不法滞在者はかわいそうで、日本国は悪いと言いたそうだな。どこまで日本を貶めたいのか、NHK は。本当に理解しがたいですよね。しかも、オーバーステイしている不法滞在者を難民と呼んで擁護しようとする。これを NHK がドラマまでやって、日本国民に間違った印象を持たせようとしている。おかしいなんてもんじゃない。他国では当たり前のことを、あたかも差別のように報じる NHK。反日だとしか思えません。次はこちら。オーバーステイは不法残留罪、入管法70条。刑法62条に、正犯を幇助した者は従犯とすると規定されています。そして、オーバーステイ者は正犯に該当します。朝日東京総合法務事務所オーバーステイのペナルティとは、罰則や罪名はどうなるかなどを解説のページから。オーバーステイで捕まることを悪く描いて喜ぶのは日本人以外しかいない。この意味不明なドラマを公共放送である NHK が作っているという異常。
よく日本を貶めるようなドラマ作れるな。ふざけてる。NHK は、オーバーステイをしっかりと調べた上で、不法滞在美化ドラマを作っているのでしょうか。はなはだ疑問ですよ。最後はこちら。家に押し入ってまで父親に受信料を払わせて、こんな国賊ドラマ作るなんて許せない。金取ってこんなクソ番組作ってんだもんな。犯罪推奨する番組って罪に問われないの。NHK 社内にも似たような奴がいるからだろうな、わらわらわら。キャストの国籍を明らかにしているのだから、番組スタッフの国籍も明らかにしてください。NHK は受信料を返せ。NHK さん、いい加減スクランブル化を導入していただけませんか？結論。日本国民から強制的に徴収している受信料で成り立つ日本の公共放送である NHK が、なぜかあたかも当然のように反日プロパガンダ不法滞在美化ドラマを放送するという異常な状況。NHK は一体どこ目線なのでしょうか。なぜオーバーステイという他国では当たり前のことをドラマを使って、日本は外国人を差別してる非道な国のように印象操作を図るのでしょうか。理由を教えていただけませんか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。